アウトローは、クリント・イーストウッド監督、主演のアメリカ合衆国の映画。1976年制作の西部劇。アメリカ建国200年記念として制作された西部劇。南北戦争後の時代を舞台として描かれた作品。第49回アカデミー賞では、作曲賞にノミネートされている。また、1996年には、アメリカ議会図書館に、 永久保存するフィルムに選ばれている。1975年の小説、ザ・レベル・アウトロー、ジョージー・ウェールズ・オ・イーストウッドが映画化。公開された当時はすでに西部劇はほとんど作られなくなっていたが、広範囲なロケによって、西部の広大な風景が画面に映し出され、単なる復讐活劇とは違う。その時代の様々な歪みや人々の苦悩と、たくましさが描かれた名作である。 冒頭、主人公の息子役で登場するのは、イーストウッドの字、意であり、後にジャズミュージシャンとして活動を始める会議イーストウッドである。また、本作をきっかけにイーストウッドとソンドラロックは交際を始めることとなる。1860年代半ばのミズーリ州。南北戦争の混乱のさなか、北軍の名を借りたならずもの集団レッドレックスが各地で暴行。 略奪を繰り返していた。彼らに妻と息子を殺され、重傷を負ったのをフジョージー・ウェールズも彼らへの復讐のために集まった、ウィリアム・ブラッティビル・アンダーソン率いるミズーリのゲリラ部隊に加わって、北軍と戦い、その早打ちを知られるようになっていく。やがて戦争は終わり、リーダー格のフレッチャーの説得により、部隊はジョージーを除いて、全員北軍に投降する。ところが、 北軍は、独善的な連城院議員の指示の下、フレッチャーとの約束を破り、投降してきた部隊を、犯罪者扱いで皆殺しにしてしまう。負傷した若者、ジェイミーだけは救い出した、ジョージーであったが、北軍から追われる身の二人は、仲間の復讐どころではなく、インディアン居住区を目指して、身を隠す旅に出る。ジョージーに、部隊の大半を倒されてしまい、怒りに燃える。 上院議員の指示で、レッドレックスのリーダーながらも、北軍の単位に収まっていた、テリルは、裏切り者に仕組まれたフレッチャーを伴い、ジョージーたちの追跡を始める。原住民の男や女と一緒になり、カンザスから牧場を作りにやってきた家族とも一緒になるが、コマンチに襲撃されそうになり、州長テンベアーズ、ウィル・サンプソンと共に生きようと誓う。追ってから逃れるために皆と別れるが、 大勢に取り囲まれる。やっと一人になったなと言われるが、皆で防衛する。宿の者はフレッチャーに、ジョージーが死んだと証言し、フレッチャーも何も見なかったように振る舞い、ジョージーは、皆、戦争の犠牲者だと言って立ち去る。ありがとうございます。